ドルフバーン・セアファウスは、オーストリア共和国地ロール州ランデック郡、セアファウス村にある、珍しい地下のエアクション・フニクラートランジットシステムである。名前は、文字通り、セアファウス村鉄道として訳される。セアファウスは、賑やかなスキーリゾートであり、シーズン中は、多数のスキーヤーの需要に応えている。麓の駅は、村の大通りの一端に位置しており、斜面は、 ケーブルカー及びゴンドラリフトによってアクセスされている。大型駐車場はこの通りの反対側にあり、ドルフバーンが2箇所を結んでいるため、自動車制限区域へと村の転換を可能としている。終端駅であるザイルバーン及びパークプラツの2駅のほか、村の中心地に中間駅が2駅ある。道路線はフライオーティス社によって1985年に建設された。 当路線は一路線であり、シャトルに基づいて運行される単一の列車で延長線280メートルの単線路線からなっている。列車は2両編成であり、エアクッション上に吊るされたフニクラー牽引システムによって移動している。トンネルは幅3メートル、高さ3.3メートルとなっている。 列車の定員は270人であり、時速 40km の速度で移動することができる。道路線は、当期は午前8時午後6時まで、下季は午前9時午後5時30分までの間で運行されている。それぞれの主に乗客を乗せる方向のみに、中間駅が利用でき、片道の移動には7分かかる。当サービスは無料である。ありがとうございます。